ディズニーデラックスは、ウォルトディズニージャパンが NTT ドコモと協業して提供する、日本国内向けのエンターテインメントサービス。ディズニーデラックスと表記されることもある。2019年3月7日に発表会を実施、2019年3月26日よりサービスの提供を開始。サービス開始時点では、ディズニー、 ピクサー、スター・ウォーズシリーズ、マーベルの映像コンテンツを視聴できるディズニーシアターを中心にスマートフォン向けアプリを通じて動画以外のコンテンツを提供するディズニーデラックス、スター・ウォーズデラックス、マーベルデラックスによって構成されていた。サービスの利用にはディズニーアカウントの他にサービスの決済システムを提供しているドコモの D アカウントの取得が必要となるが ドコモの携帯回線の契約は不要。なお、ドコモの携帯回線契約者かつ、Android スマートフォン利用者が入会した場合、ドコモのアプリ配信基盤により、上記4アプリは自動でインストールされる。なお、WDJ はアプリの開発ならびに、コンテンツ制作などといったサービスの提供。ドコモは D アカウントによる認証と決済手段の提供。 本サービスの販売促進をそれぞれ担当する。2019年11月12日にアメリカなどでサービスを開始したディズニーとの関係について2019年3月の発表時点ではディズニーデラックスはディズニーとドコモの関係性により生まれたもののためディズニーとは無関係であり別のサービスになるとしていた。また2020年4月8日に ウォルト・ディズニー・ダイレクト・トゥ・コンシューマーインターナショナルがディズニーの日本でのサービス開始予定を明かした時点ではディート氏も同様の認識を示していたことでこのままでは両サービスが並存する事態が発生しかねないとしてどうが注目されていたディズニーシアターでは原則として定額性見放題の作品のみを配信しているが2019年10月に配信されたアラジンなど 最新作については、期間限定で都度課金を行う場合がある。なお、それまで配信されていた、ディズニー関連の定額制見放題作品に関しては、テレビ番組のみ、Hulu や Amazon プライムビデオなど、ディズニーシアターと競合する定額制動画配信サービスで配信されていたが、2019年5月1日以降は、ディズニーシアターでの独占配信となっている。また、 ディズニーデラックスのサービス開始直前となる2019年3月20日に、ウォルト・ディズニー・カンパニーが21世紀フォックスの映画、テレビ部門を買収し、ディズニーでは、アバターや、ザ・シンプソンズをはじめとする20世紀スタジオの映画や、アニメーション、ナショナルジオグラフィックのドキュメンタリーを配信しているが、2020年6月のディズニーへのリブランドまで、 ディズニーシアターでのフォックスやナショナルジオグラフィック系作品の配信は行われていなかった。その一方で、名探偵、コナンや羊のショーンなどといったウォルトディズニーグループ以外が制作したテレビアニメについてもディズニーシアターにて配信していた。二千二十年五月十八日、WDJ は ドコモとの独占的な協業を通じて、日本でのディズニーのサービスを同年6月11日に開始すると発表し、遅れてドコモも同様の発表を行った。その際、結局はディズニーシアターのアプリをディズニーへアップデートする形で行われることになった。ため、6月11日以降もディズニーデラックス会員はそのままディズニープラスを利用できることになった。なお、 ディズニーデラックスとしては、アプリ、ディズニーデラックスや有体サービスなどを引き続き提供する。ディズニーデラックスのツイッターアカウントは、ディズニーのサービスが開始された6月11日で、更新が停止した。同年10月6日に、スターウォーズデラックス、マーベルデラックスの2つのアプリの提供は終了した。マーベル、スターウォーズのニュース、特別映像。 デジタルコンテンツのサービスは同日リニューアルしたアプリ、ディズニーデラックスに移行した。アメリカなどで開始されているディズニーではオリジナル番組が次々と配信されているが、ディズニーデラックスでのサービス開始当初は中島武人によるクイズ番組ディズニー・イッツア・クイズワールドのみしか存在していなかった。その後、2019年6月7日にすでにフィリピンにて公開されていた ディズニー映画三人の騎士の新作アニメシリーズとなる三人の騎士の伝説が海外製作では初のディズニーデラックス独占番組として配信開始となった。同年12月26日にはマンダロリアンがディズニー製作のオリジナル番組としては初めてディズニーデラックスに登場すると同時にディズニーシアターにて独占配信を開始した。前日の通り 2020年6月11日にディズニーシアターがディズニーにサービスを移行したがディズニーデラックス時に日本国内で制作されたオリジナル番組は一部を除き引き続きディズニーでも配信されている。なお移行措置としてディズニーデラックスの一部オリジナル番組が同年6月1日から10日までの間一時的に配信停止となった。ありがとうございます。